続きまして、今月末に上演します K バレエカンパニーシンデレラより王子のバリエーションをご覧いただきます。お城の舞踏会で颯爽と登場し、見る者すべての視線を奪う王子は、テクニックが美しいことはもちろんですが、周りのキャラクターにも負けない王子の存在感が求められる場面となります。出演は K バレエカンパニーソリストの栗山蓮、指導は K バレエカンパニープリンシパルでバレエマスターも務める細澤雄介、ピアノ演奏は K バレエカンパニーリハーサルピアニストの塚越恭平でお送りいたします。こんにちは。今日はシンデレラより王子の、一番最初のでのバリエーションとメインであるバリエーションを2つリハーサルしたいと思います。で、今日は王子役の栗山蓮君、よろしくお願いします。はい、始めます。一番最初から、okay. もっとキラキラして出てこないと。ちょっとキラキラが足んないね。もうちょっとね、早く出てくるんだよ。だからここが長いの。ギリギリまで待って、でドドンドンドンって出てこないと。せーの、ドドン。遅い遅い、これが、うん、間あんまり見せたくないぞ。タタタンタンタタタンタンタタタンって走る走る走る、マザーがいます、避けます。でその後にあのね、これ王子でも白鳥とか眠りとかちょっと違うから、もっとチャーミングにもっとこうこっち、そうこっち、そうそうそう。でその後もこの足がもっとリーチしないと、リーチ、そう、遠くに、そう、チャーミング、and、タンタタタンタンタタタンタン、そう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 、あ、でもちゃんと踏むとこはちゃんと、そうそう、そうそう、でもっと足開くの、うん、もっと足開く、はて、そう、はて、もっと下の足も張らなきゃダメ、うん、下の足張らなきゃ。楽しい、そう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 。でその後のここもこうじゃなくて、こう、皆さん、そう、そこを見せて、そう。でその後走っています。でそこの疾走感が足んないね、うん、疾走感が足んない、もっとシャシャシャ走って、ドンってライン走る、and クイック、そうそうそう、タッタパン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 、そうそう、パクリちゃんとはもっとアンデオルしないと、うん、内股になっちゃう。パクリアンデオル、そう、そう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 、そう。で、シッソン、カブリオール。で、カブリオールの後の足のこっちの張りが足んない、軸足の張りが。パンパン。あ、足んない足んない足んない。足んない足んない。もっと、もうちょっとね、少し、うん、まあ、少しちょっと前気味に少し。張らないと見えない。パパパンパン、そうそうそう。パパパンパン、and that、
リボルタのツイスト型ね、もっとここまで行く。ここまで行って足をこっちに出す。ツイスト。あ、うん、空いてる空いてる空いてる。空いてる。もっと一本線の中でツイストしないと。そうそう。そっから。Yes。ジャンプ。で、パス。その後ね、ちゃんとね、後ろ5番を通る感じで、ずっとやらないと、回っちゃうから止まんないんだよ。ここから、パッてここに止まんないと。そう。タン、タン、タララ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 。ジャンプ。Yes。前。チャーミング、チャーミング。さあ、さあ、さあ。走る。アクセント。で、足当て。足当て。最初がね、トゥーランネルします。もっと、ここはね、もう音が重いから、トゥーランネルしてここで降りるでしょ。まずここで降り、開いちゃう。ドン、下から、パン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 、うん、トゥーランネルして、パン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 、そうそうそう、軽くしちゃう。そこは重く、パン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 、威厳を見せて、で、パンパン、これもうちょっとフラットに見せないと足が見えなくなっちゃうから、ちょっとフラット、うん、そうそうそう、パンパン、あね、回すっていうかね、こっちにある、アラベスクから、アラベスク、そうそうそっち、うん、あんまり足上げなくていいよそこは、うん、このちゃんとシェイプを見せて、そう、こう足上げるとこうなっちゃうから、シェイプ、シェイプ、そうそうそう、でパンパパパパン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 、OK。うん、で、あちちゅう、あ、遅れてたよ。パン、パパパパパン。で、その後に、あちゅうとしました。体はこっち行ってるでしょ。でも足のエネルギーの方向はこっちにもう行ってないと間に合わなくなっちゃうから。パン、パパパパパンパン。で、その後も、フェッテしました。した。で、その後こっち。そして、で、下半身はこっちだけど、下半身はもうこっちに向いてる、行こうとしてるけど、体はこっちに残して、そのまま袖バスク。その一連の動きができたよね。アチュード。アチチュード。アンド、こっち。パンパン。あのね、アントラッセして、フェッテだと思った方がいいよ。こう回しちゃうと、こっちまで来ちゃうから、回りすぎちゃう。アントラッセして、ちょうどここら辺に。そしたらちょうど真横に行ってるか。せーの。クロワゼ、アチチュード。パパパパン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 。そうそうそう。もうちょっと、なんていうの、もうちょっと、こう。そうそうそう。そこ止まる必要ないから、でも見せなきゃいけないから、上半身残して、下半身もうこっち行ってて、その続きで、袖バスクマネージャー、OK、袖バスク、まあ1回目大丈夫、1回目大丈夫、その後のアラベスクします、その後のフェッテがもっとシャープに、次のちゃんと視点と、体がそっち行かないといけないから、もうちょっとシャープにピッて照準を定めないと、うん、目が回るよそれ、パン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 、でもアームスもちゃんとこっちにね、抜けちゃダメ、ちゃんとます。パン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 、そうそう、パパパパンパパパパンパン
パンパン。シェレメはシェネもコンパクトにするんだけど、でも足は進まなきゃダメ、うん、上半身と下半身コンパクトだけど進む、うんうん、2回目音がね遅れてんだよ。もう一度外出ますか。そこでシェネして、シェネして油断しちゃダメ。そこで行かないと遅れちゃう。遅れたら余計疲れちゃう。パンパパパパン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 。でマネージが、まあ、ちょっと狭いのもあるけど、もうちょいそっちに来てね。なんかちょっと浮いちゃってる、ね、うん。もう一回やってる、うん、もう一回。前だからちょっと失速しちゃうというかさ、しねしねして、しねしね、しねしね、and ザク、そう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 、しねしねした後にもう一度ちゃんと仕切り直して切った方がいい、うん、いいか。で後ろの足もちょっと下がってるから前足上げるでしょ。でこっちに上げるんじゃなくてそっちに上げる。そしたら後ろの足ついてくるから、うん、もっと遠くに遠くに全部遠く。遠く、そう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 、イエスイエス。これだとやっぱはっきり見える形。もうちょっとちゃんとアラベスク見せたいね。少しちょっとこういう感じ。少しクロス。で立って最後2回立つでしょ。立ってもう1回ちゃんと立ち切ってからあの巻き込みした方がいい。うん、そこねどうしても、ね、早く行こうとしちゃうんだけど、立ってエンピレートじゃないとちょっとバラバラになっちゃう。もう一度。アップ。もう一個。アップ。そう。Yes。ピレート終わりました。走るでしょ。ここにシンデレラがいます。でシンデレラに対してこう一緒にでこう行うと。最初のバリエーションはみんなのための王子様のバリエーション。ここはシンデレラのためのバリエーション。ちゃんとシンデレラ意識しなきゃいけない。でパーパーンボディパン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 。足そんな引きずんなくてもいい。パンパンパン。これがいらない。一回ちゃんとここから一回こう上がんないと。パンパンパパラパパパパ。そう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 。ここで引きずっちゃうとどうしてももう下にいるから余計疲れちゃう。パンパン。少しちょっとこうまっすぐじゃなくてちょっとこう、うん、白鳥の王子のシンデレラ。オッケー。そうピレットベタ、うん、ピレットベタ。オッケー。もう一回ザントゥルアネルやってみよう。戦後終わりましたと。まあ、このように、日々リハーサルを重ねて舞台に向けて精進しておりますので、ぜひ本番も
劇場で会えたらなと思います、はい、彼ももう2回目だもんね、はい、2回目で初回を見た人もまた違いを感じてもらえるだろうし、また成長した彼の、 存在感とかテクニックとかも見せられるように、初めて来た人にも楽しめるように頑張っていきたいと思いますので、今日はありがとうございました。